ベネト州はイタリア共和国北東部に位置する州。州都はベネツィア。イタリアの北東部に位置し、東南でアドリア海に面する。州都ベネツィアはトリエステから東南東へ 115km、ボローニャから北東へ 131km、ミラノから東へ 246km、シュトローマから北へ 395km の距離にある。 隣接する州は以下の通り。アウトはオーストリア領を示す。地理学的な外観の特徴は他に類を見ないベネツィアのラグーナである。重要な川に関しては南にポー川とアディジェ川、中心にはブレンタ川、北にはピアーベ川がある。また西にはガルダ湖がある。北西にはアルプス山脈、特にレッシーに山々がそびえ、 アジア語高原とマルモラーダ氷河のあるドロミーティサンなどがある。また平原にはエウガネーの丘がある。人口5万人以上のコムーネは以下の通り。人口は2012年1月1日現在。その他の主要都市としてキオッチャ、コネリアーノ、ビットリオベネトなどがある。ベネト州の歴史は他の北部イタリアの州と共通している。古代には インドヨーロッパ語族に属する言語を話すウェネティ族が居住し、ベネトの名はこの民族に由来する。ローマ帝国の支配後、395年に東西にローマ帝国が分かれた後は、一時期、ラベンナなどと同様、東ローマ帝国の勢力下にあった。ゴート族やランゴバルト族が流入した。この地方に位置する都市ベネツィアは、都市国家ベネツィア共和国として、 アドリア海の海上交通を掌握した。ラグーナによって陸からの侵攻から比較的安全だったこともあり、中世を通じて独立を保ち、イスラム圏とヨーロッパの中継貿易により海上国家として繁栄した。最盛期にはパドバやベルガモなどの内陸の都市を勢力下に置くだけでなく、キプロス島、クレタ島なども領有して栄えた。年に、 ナポレオン・ボナパルトに攻略されて、ベネツィア共和国は滅んだ。ナポレオン戦争が終わり、1815年6月9日に、ウィーン議定書が締結され、ベルギーの領有権と交換に、オーストリア領ロンバルド・ベネト王国となった。第二次デンマーク戦争後のプロイセンと、オーストリア間での領有権をめぐって始まった、広島戦争へ、1866年に、 イタリア王国が干渉して、戦線布告した第三次イタリア独立戦争の初期に、オーストリア・ハンガリー帝国から分離されて、イタリア王国に統合された。第一次世界大戦中には、イタリア戦線の最前線となり、カポレットの戦いとピアーベ川の戦いで、ピアーベ川一帯は、最撃戦地となった。ベネツィアを訪れる、外国人観光客が多いため、イタリアの経済、 財政を支える豊かな地域である。その分、州からの税収が中央政府を通じて貧しいイタリア南部に流れているとの不満が強い。このため北部同盟の呼びかけにより2017年10月22日、西隣のロンバルデア州とともに自治権拡大を問う住民投票が実施された。約6割の投票率で自治権拡大への賛成が9割を超えた。 ベネト州の県ベネト州は以下の7県からなる。左端の数字は ISTAT コード、アルファベットに文字は県名略記号を示す。人口は2012年1月1日現在。面積の単位は経平方メートル。イタリアの言語分布ベネト州では地方言語としてベネト語が広く話される。また北東部ではドイツ語が使用される。 2006年の国立統計研究所の統計によれば、6歳以上の住民の家庭内での会話における言語状況は以下の通り。イタリア語、地方言語、他の言語についてのデータで、左列が全国平均、右列がベネト州の数値である。イタリアの州の中では、地方言語のみ、あるいは主に地方言語を用いる住民の割合が最も多い州である。州には、 世界遺産として以下がある。州内に本拠を置くプロサッカークラブとしては以下がある。所属リーグは2012から13シーズン現在。コブリーグのセリエ D ではトレンティーノアルトアディジェ州、フリウリベネツィアジュリア州のクラブと共にジローネシーに属する。ベネト州の地方リーグとしてエッチェレンツァベネトがある。ありがとうございます。